はい、どうも、今回紹介するのは LB ワークスシリーズのリバティウォークシリーズの LB ワークス R35GTR タイプ2バージョン2ですね。バージョン2タイプ2って言ってましたけど、タイプ2バージョン2なんですね。まあアドバンカラーをね、どうやって再現するんだろうなみたいなことを聞かれてたんですけど、よいしょよいしょ、あー、デカールですね。赤に塗って黒いラインを貼ってく、まあ、両方のパターンができる感じなんですかね。一応黒い線のやつと赤色のねパターンがありますけど、まあ、順番に見ていきましょう。なんかタイプ2のバージョン1でしたっけを組まれてる方がね、なんかフロントバンパーがヘッドライトのラインと合わないみたいな話し方されてましたけど、よいしょ、よいしょ。自分はねまだちょっとバージョン2じゃタイプ2かは組んでないので、ちょっと何とも言えないですけど、デカールはどうなってるの。後ろ半分赤く、ああそういうことか。あ、ごめんなさい、こっちはこっちはこっちは。後ろ半分赤く塗って、あの赤黒のラインを塗る、塗るじゃないわ。貼る？違う、黒のラインを貼るのか。ちょっとごめんなさい、この状態だと分かり判断しかねるので、ちょっとまああれですけど。まあ今回でどうなんでしょうね。まだまだシリーズ構成としては続くんですかね。余剰部品がかなり出ますね。まあ、この余剰部品を使ってね、なんかまた別の仕様とか作ってみたりするのも面白いかなっていうことは思いますけど、よいしょ。よいしょ。まあ、このデカールをどうやって貼るかですよね。まあ、アドバンカラーで塗るんであれば、そこが結構肝になるかなっていうことは思います。よいしょ。入るかな。なんでね、今回もこのキチキチ具合をね、もうちょっとなんとかしてもらえると嬉しいな。よいしょ。定価はですね、3800円ということですね。はい、これ遅くなったのはなんかパッケージに不具合があったとかっていう話なんですけど、具体的にどういう風に不具合があったかとかってことはちょっとわからないんですけども、一応入りました。ご視聴いただきありがとうございました。